皆さんこんにちは。ファッツサウンドラボラトリーの厚木ファッツでございますね。皆さん暑いですね。はい。この声を聞いていただけますでしょうか。まだ結構ね鼻声になっております。はい。で月曜日の、動画でお話ししたように、先週の土曜日曜にこう夏風邪をこじらせまして、ね。で、それが、おそらくね、まあ、前回の動画でも言ったかもしれませんけど、月曜の朝にひょっとしたらね、ちょっと、熱があったかもしれません。はい。でもね、まあ、多分熱はね、もうその日のうちに下がっちゃってたと思うので、まあ、首から下は軽いので、いわゆるそのコロナではないと思います。はい。でね、いろいろ最近またコロナ流行ってるみたいな話がね、ありますけど、いろいろこう僕が聞くところによると、コロナになったらやっぱりね、39度ぐらい出るらしいですね。うん。で、熱がね、なかなか下がらないっていうので、多分ね、僕、熱はね、ほぼほぼあったかないのかよくわからないぐらい、なので、多分コロナではない、単なる夏風邪だと思います。はい。で、月曜も一日ダメで、で、日曜か。で、月曜日お休みしたでしょ。で、もうでもね、僕のお昼の仕事もそんなにね、休んでる、わけにはいかないので、で、火曜日からね、頑張ってね、行きました。でね、ようやく、昨日ぐらいから、耳が、普通に聞こえるようになりました。それまでね、左耳聞こえなかったんですよ。ね、よく風邪ひくと、鼻詰まったりして、ね、こう耳が聞こえにくいって なるじゃないですか。あれのね、ひどいやつで、もうね、左耳完全に死んでたんですよ。で、僕、それまでに、まあ、何本か動画、ね、あげたと思うんですけど、こっち聞こえてないです。はい。聞こえてない。だから音質がどうなってんのか、音量がどうなってんのか、もう全然ね、よくわからん状態で動画撮ってて。でね、昨日もね、ちょっと動画作れなかったんですよ。というなんかね、もう、本当にね、なんもやる気しない。なんもやる気しない。本当に。というのは、まあ多分ね、僕がね、風邪慣れしてないからだと思うんですよ。もうね、前回も言ったように、僕、風邪なんてもう年単位で引かないから、引くとね、ちょっとだ、精神的ダメージがね、でかいんですよ。もうね、なーもする気しなくてね。で、昨日もね、なんか動画撮らんとら、せっかく7月ね、FSL の売り上げもちょっと回復してきたので、もう一頑張りね、しないといけない、ちょうどね、お給金が出る時期ですしね、やらんとね、いかんのかなと思ったんですけど、本当にやる気がしないと、アイデアが浮かばない。どういう動画撮ろうか、アイデアが浮かばない。ね。でも、とにかく寝たい。とにかく休みたい、みたいなね。そんな感じで、ようやく、今、動画撮らなあかなというのでね、ずっとね、体に夢中ってやっております。でね、ここ一週間はね、オロナミン C で栄養をとって、レッドブルで気合を入れるというね、はい。今日は休みでしたっけ。これね、メガネ今日、新調してね、これ取りに行ってきたんですけど、もうこれの帰りにコンビニでですね、オロナミン C とレッドブルをこう買いまして、はい。で、それでね、やっておりますけどね、ようやく耳も聞こえるようになってきて、鼻声もちょっとマシになってきたのでね、まあ、明日ぐらいからはまたね、大丈夫かなと思います。で、今日もね、ちょっともうちょっとしたらね、もし、できたら、動画撮りたいなと思ってます。はい、すいません、皆さんね、こんな状態で。はい。でね、今日はね、前回はその夏風邪の話と、山下達郎さんのライブの話をしたので、今回は、引き続き、マーシャル JCM800 の回路解説をやりたいと思います。で、ちょっとね、暑いな。ちょっと暑いので、ちょっと、冷房を入れさせてください。はい、よいしょ。よ
よいしょ。はい、今ね、入れました。はい。涼しい風がやってきております。で、ちょっとね、時間が空いちゃったのでね、もう一回おさらいをしてみようかなと思います。で、要は、ギターアンプって何をするためのものかというと、もうそもそも論としてね、エレキギターって、ね、別にこれ、アンプつながなければ、この金属音しかしないじゃないですか。ね、これね。ね、金属音しかしない。ね、で、これを、こういうね、アンプでね、その金属音を、いわゆるエレキギターの音として、スピーカーからドーンと出したいと。でね、で、ね、もちろんアンプには何ワット何ワットってありますよね。で、ね、エレキギターのこの黎明期っていうのは、その PA 技術っていうのもなかなかまだ発展もしてなかったしので、僕が知るところによると、そのミュージシャンっていうのはちっちゃい箱、会場で、もうアンプの生音でやってた。ね。で、特にブルースのミュージシャンたちはそういう風にやってたということで。で、だからもうアンプから出る音がとにかくでかくないとダメだというのがあったので、で、それがね、今に続く、例えばフェンダーアンプ、マーシャルアンプ、50ワットとか100ワットとかね、大きいね、ワッテージが欲しいわけですよ。ね。でね、なので、アンプというのは何をするかというと、そのエレキギターの金属音で、あれを電圧で見たら、すごくちっちゃいんですよね。うん。バーンとね、シングルコイルでね、思いっきりガスーンって弾いたそのアタックの時は、だいたい、コンマ3ボルト、300ミリボルトとか200ミリボルトぐらいしかないんですけど、すぐヒューッとね、ガーンとしたらガーンとこう、電圧大きいんですけど、ヒューッとすぐね、なんだ、エレキギターがピーンってこう音が伸びてる時は、すごいちっちゃいんですよ。これね、100ミリボルト、はないぐらい、もっともっとちっちゃい。で、そういう音でもでっかい音に増幅したい、うん、ということで、そのエレキギターの微弱な信号を大きくして、その電力で大きいスピーカーをガツッと鳴らして大きい音を出したい。これがね、ギターアンプの役割ですね。これも皆さんよくご存知だと思います。で、ここでね、マーシャルアンプの、なんだ、カイロ図と、僕が手書きで書いたブロック図をちょっとね、お見せしますと、こうなってるわけですよね。うん。でね、これ、この辺、これ、ハイ入力、ロー入力。ね、うん。で、こっちが、ハイ入力、ロー入力かな。うん。で、こうね、信号が、もう一回ちょっとこれ、おさらいしましょうか。例えば、ハイ入力だと、ここにアンプ1個入ります。これがこれです。で、ここをこういって、ロー入力の入力をこう通って、まあ、ここにボリュームあるのかな、まあ、そうですね。ここにプリアンプの、まあ、いわゆる原因つまみ。原因つまみがありますね。うん。それがね、ここ。これです。で、さらにもう一個アンプを通ります。それがこれ。ね。うん。こうなりますね。うん。もう一度こうやって見やすいかな。うん。で、こうやって、これ ATT、アテネーターっていうのは、ちょっとね、ここでね、レベルをちょっと落としてます。で、さらにこのアンプがあります。で、バッファーがあります。これね。で、ここ、おなじみのトーン回路。トーン回路があります。で、ここに、フェーズインバーターが、あります、うん。このフェーズインバーターの前にこれね、マスターボリュームっていうのがありますけどね。いわゆる音量調整するマスターボリュームというのがあります。で、ここでフェーズインバーターで、この出力段、ね、この出力段、このプッシュプル、プッシュプルに信号が2ついるから、1個の信号を2つに、増やして、うん、増やして出力段を、ドライブします。で、この出力段のこの2個の
真空管。これアンプ、マーシャルの場合は EL34 かな。うん、EL34 で、プッシュプルで、ここにトランス、出力トランスを介して、スピーカーを鳴らしますと。ね。出力トランスを介して、スピーカーを鳴ります。鳴らします。で、要は、最終目的はここですよね。ね。ここなんですよ。ね。うん。でね、今、バーッと見てきた中で、出力トランス、ちょっと出力まで話が飛んじゃいますけど、出力トランスっていうのはありますけど、皆さん、なんでそんなもん入っとるんじゃ、とかね、いう話があります。特に真空管アンプは。トランジスタアンプの場合は、ほぼいらないんですけど、皆さんね、なんでこれがいるかというと、答えから簡潔に言うと、インピーダンス変換っていうのをしてるんですよ。で、皆さんよくご存知のように、スピーカーって8オームとか16オームとか好きなことあるでしょ？でね、8オーム、16オームってすっごいちっちゃいんですよ。で、そのちっちゃい、負荷を、この真空管が直接、鳴らせるか、ドライブできるかというと、これ、できません。これはもう真空管が持っている、性能の限界。うん。だから、そのちっちゃいそのインピーダンスのスピーカーという負荷が8オームとかだったらダメなので、大体一般的には、5キロオームとか、要は1000倍ぐらいに、インピーダンスを大きくするんですね。うん。それができるのが、出力トランスなんですよ。うん。ね。で、例えばね、電力、結局、スピーカーを鳴らしたいという場合は、電圧だけが大きくてもダメ。電流だけが大きくてもダメ。結局、電力なんですね。電力っていうのは、こういうふうにこの、電力イコール、電圧かける電流っていうふうにこう定義されてます。ね。これを分解すると、オームの法則で V イコール IR。ね。そうするとこうなるでしょ？この V っていうのは IR。で、ここに I があるから、結局、パワーっていうのは I 事乗かける R になるんですよ。ね。で、じゃあ、今ここにね、8オーム入れましょう。8オーム。で、EL34 の、出力、真空、出力管のね、出せる電流っていうのは、マックスコンマ3アンペアぐらいが、現実的なところ。そうですね、コンマ2ぐらいかな、実際使うところでね。で、そこにね、じゃあこの I のところにコンマ2アンペアっていうのを入れてみて計算したら、これね、コンマ72ワットしか取れないんですよ。瞬時値で。ね。で、実行値、考えたら大体この半分ね、コンマ35アンワットとか1ワットない取れないんですよね。うん、1セット取れない。でも僕たちちょっとしたライブハウスで、ライブやりたい時って50ワットとか100ワットとか欲しいですよね。それが1ワットしか取れなかったら、これ音これ鳴ってんのみたいな、そんな感じになるじゃないですか。うん。だから、この R を大きくしたいんですよ。ね。もうこっちの I の方は、出力管 EL34 の持ってる性質から、もうその流せる電流ってもう限界、上限決まってるから、じゃあこの抵抗を大きくしようぜっていうので、トランス、出力トランスがいるわけです。で、出力トランスっていう、の使えば、そこに8オームのスピーカーをつないだら、こっち側は、数キロオームとかに、変えることができるんですね。うん。で、これもね、出力トランスは、出力トランスでまたね、きちっと、ね、いつかお話を、しなきゃいけないと思うんですけど、そんな、ね、8オームが何オームになるとか、それだけじゃなくて、だいたいトランスっていうのは電圧とかね、変えるでしょ？大きい電圧をちっちゃくしたり、ちっちゃい電圧を大きくしたり、
ね、これ魔法の箱みたいなんですけど、まあ、まあ、ここにも僕がよく言うのは、そのフリーランチはないというので、ね、何かをゲットしたら何かがロスするっていうのは、その、トランスの中でも成り立ってるんですね。で、これ、まあ、一般的に言うと、エネルギー保存の法則なんですよ。入れたエネルギーと出てくるエネルギーは、理想的には同じなんですよ。そこで増えたり減ったりしない。うん、で、まあ、実際は何かこう、やっぱり損失とかがあるから、入れたエネルギーに対してちょっと減ったのが出てくる。まあ、これが普通です。うん、ね。うん。ロスはするけど、ゲインはないんですよ。うん、ね。うん。という原理が成り立っている、非常にシンプルな構造の、デバイスですけどね。うん。まあ、要は、まあ、ごちゃごちゃ喋りましたけど、その八王物語っていう、ね、すごいちっちゃいインピーダンスのスピーカーを真空管っていうのは直接鳴らせないから、出力トランスを使って、8オームから例えば5キロオームとかの、高いインピーダンスに変換しているということです。うん、で、そうすると、まあ、これ、ね、これ見てもらうと、ね、ここ8オームだけど、ここ5オームとかに、5キロオーム、5000オームね、8オームから5000オームとかに見えるから、その大きいインピーダンスは、この、出力管 EL34 はちゃんと、駆動できる、ドライブできる、うん、というふうになってます。はい。ね。はい。よろしいでしょうか。はい。うん、なので、ちょっともう一回まとめると、アンプっていうのは、エレキギターの微弱な信号を大きくして、最終的にはスピーカーを元気よく鳴らしたい。鳴らすという、機材。ですね、アンプっていうのは、はい、ね、でそれでじゃあ、まあ、これもう一回ブロック図になる、なりますけど、ここで例えばなんちゃらワット欲しい、なんちゃらワット欲しいというと、じゃあここの出力の真空管はには何ボルト入れないといけないよね、うん、というとここでは何ボルトいるよね、うん、で、まあ、一気にはいかないんで、まあ、ちょっとこう、ちょび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 、こう、増幅してるとかね。まあ、そういうイメージと思ってもらっていいと思います。はい。でね、今日は、前回、ここ、ね、ハイ入力とロー入力をお話ししました。じゃあ、今回は、ちょっとトーンぐらいまでいっちゃうかな。うん。というのは、まあ、ここにアテネーターとかってね、いうの、まあ、これ単なる抵抗分圧ですから、そんなにもう喋ることはない。で、ここにアンプがあります。で、このアンプ、これ一緒です。内容。同じものです。ほぼほぼ。うん。で、バッファーがあって、トーン回路がある。なので、特にここまで別に何にも難しい話はないんです。うん。もうすっ飛ばしてもいいぐらい、ね。で、これを見てもらうと、で、ここ、あ、これも一緒に見せた方がいいかな。よいしょ。はい。で、あ、逆や。こうか。はい。うん。で、前回ここまで喋ったというのは、これで言うと、ここ。こことここね。うん。で、今回はその後。アテネーター。まあ、ここもちょろっと前回喋りましたがね。ちょっとレベルを落として、アンプがあります。これ。うん。ああ、ごめんなさい。こっちが。うん。これね、見てもらったら、これ一緒なんですよ。ね。なんだ。ね。これね。ここに抵抗があって、負荷抵抗があって、こっから、出力を取ってると。うん。なので、ここは、単なる簡単なアンプです。はい。簡単なアンプです。はい。ね。はい。これアンプ入ってます。ね。はい。で、ここにバッファーがありますね。あ、これバッファー？はい、バッファーね。それね、これです。これ。これね、今までは、この真空管の上側の
プレートっていうところから出力を取ってましたけど、これバッファーっていうのは、これ仮想度から取ってるんですよ。ね、でこれがね、まあ、いわゆるあの仮想度フォロワーっていう、回路形式になります。でこれね、皆さんバッファー大好きでしょ？で、バッファーの話を聞いてるときに、ボルテージフォロワーとかっていう、言葉をよく聞くと思うんですよね。で、まあ、電子回路においてフォロワーっていうと、まあ、バッファーです。はい、バッファー。ね。はい。ね。で、バッファーってじゃあ何ぞやっていうのは僕がこう散々パラ別の動画で話しているので、ちょっとそっちの方を見てもらうとして、要は、ね、これ皆さん、バッファー大好きだから、もう知ってるでしょ？インピーダンスを、ハイインピーダンスからローインピーダンスにする回路です。はい。これ、ここも、それが入ってます。ね。はい。これバッファーです。はい。ね。うん。で、じゃあなんでここにバッファーがいるの？これバッファーでこれ何してるかというと、これ、トーン回路。トーン回路の前にバッファーがあるんですよ。ね。これ見てください。トーン回路の前にバッファーがある。これ直でいいんじゃねえの？って思いません？ダメなんです。はい。ダメなんです。はい。まあ、あれですよ。動かないことはないと思います。うん。別に、やりたければやってもいいと思います。はい。でもね、これね、例えばこれ直でこれここつなぎました。うん。とすると、このアンプの増幅度っていうのは、まあ、この場合、ちょっとこれ、仮想度の抵抗がこれ高いか、あ、低いか。うん。はい、あ、これ低いな。うん、うん、うん、うん。ここのアンプの増幅度を決める大きい要因の一つっていうのは、ここの抵抗なんですよね。うん。ここの抵抗で、前回ちょろっと言ったように、負荷線を引っ張って、弦を決めるわけです。で、ここに、じゃあ、直接、こういういろんな回路をぶら下げると、ここの抵抗と、このトーン回路が、パラレルにくっついてることになるんですね。で、例えば、当初は、ここの、アンプを設計するときに、ここの抵抗値、今いくら？100キロオーム。ね。100キロオームのつもりで設計したとしても、これをくっつけたらその100オームっていうのが変わってくるんですよ。ね。で、仮に、ここのトーン回路の総合的なインピーダンスが100キロオームに見えたとしたら、これ直接つないだら、ここの増幅回路の、このプレートについてる抵抗値がせっかく100で設計したのに50に見える、50キロオームに見えちゃう。だから設計がずれてくるんですよね。で、それを防ぐためにまずはここにバッファーを入れます。うん、ね。で、さらにこういう回路のネットワーク、まあ回路もいいんですけど、これまあ計算したらマックスどれぐらい流れるのかっていうのは計算できちゃうんですけど、そうですね、そこそこね、結構電流を流さないといけない、回路になってるかもしれません。うん。で、ということはこのトーン回路っていうのを動かすにはある程度電流がいるんですよね。で、このバッファーっていうのは皆さんよくね、バッファー単体のエフェクターみたいに、元気に電流をこう流し込むみたいなね、電流を流せるっていう話、ね、皆さんちょっとご存知だと思いますけど、このバッファーっていうのは基本的にこう電流駆動能力が高いんですよ。うん。で、一方で、こういう形式のアンプっていうのは、電流駆動能力っていうのは、まあ期待してはいけない。
ありません。だからこの等温回路をきっちり動かすために電流を豊富に供給できるバッファーアンプを一段かましてるわけですね。はい、ということで、もうこれ皆さんね、何にも難しいことはないね。これ見てもらうと、結局ここのスピーカーを元気に鳴らしたいね。ということは、ここプッシュプルだとすると、信号1個のが2個欲しい。そのためにこのフェーズインバーターっていう回路があります。で、その前にトーン回路があって、そのトーン回路をきっちりドライブするためのバッファーがあって、で、ここに増幅段が、1個あります。で、ここにロー側の、ロー入力側のアンプがあって、ハイ入力側にはもう一つアンプをかませば、ガーンとこう、ギター信号が大きくなるっていうようなね、こう信号の流れがあります。で、こう考えたら、ギターアンプのシステム構成って何にも難しくない、くないですか？ね。ね、多分ね、皆さん特にね、あんまり文系理系っていう言い方もよくないかもしれませんけど、特に文系の方は、もうブラックボックスだと思うんですよね。で、でもこういうふうに、ね、一つのものを、ざっくりブレイクダウンをしていけば、何でも難しいことないんですよ。逆にね、すごいシンプルだと思います。ね、はい。ね、こういうふうに、こうね、ギターアンプっていうのは成り立っていると、いうことになります。はい。ということで、もうこれね、半分ぐらいね、話終わりまして、ね、はい。でね、もちろん、その、一個一個のその増幅段とかっていうのは、その設計方法もありますし、きちっと動かすために、いろいろ考えなきゃいけないこともある。で、さらに、電圧どうしたらいいのとかね、その、真空管が持っている、その、耐圧みたいな、どれ、何ボルト以上かけたら壊れるよとかね、そういうのもあるので、いろいろ気にすることは、細かいことは実はたくさんあるんですよ。たくさんある。ね。でもそういうのは、実際にこう、ね、設計をする上で、こう一つ一つ勉強していけば、いいことであって、ね、特にその、ね、全体のシステムっていうところに関しては、その、ね、もうギターアンプなんて、昔のオーディオアンプの流用でやってたりするので、今から考えたらすごくシンプル。で、それが未だに変わってないということは、もうその時代においてすでにシステムは完成されてたっていうようなね、そういうすごい、ね、ね、言うなれば、ね、神秘的なことでもありますけど、はい。ということで、ね、何も難しくないです。はい。難しく、何も難しくない。一つ怖いのは電圧が高い。高いのが怖い。それぐらいですかね。ね。だから、ね、皆さん、これ言うとね、何でもそうですけど、ね、僕なんか思うのは、なんでそんな真空管アンプのその、なんちゅうの、いわゆるブティックアンプって、なんでそんな高いのっていうね、ね、気がします。中身を知れば知るほど、それは、ひずめファクターも同じ。なんでそんな高いの？ね。ね。その皆さんがブラックボックスだというのをいいことに、ね。っていう気がすごく僕はしますね。はい。ね。で、ね、僕もちょいちょい、自作の真空管アンプでね、鳴らしたりしてますけど、あれ、制作費3万円くらいですからね。はい。5ワット。で、10ワットでも5万しないぐらい。ね。で、それでいろいろね、ほぼほぼ中身のシステムは昔ながらのシステムでやってたりね、します。はい。なので、何も難しくないし、シンプルです。だから、ね、そんなに皆さん、ね、ブラックボックスだと言わずに、ちょっと中身をね、覗いていただければ、ね、はい、どういう仕組みで、
エレキギターの音が鳴っているのかっていうのを分かることもできるし、はい、でそれでまた一つエレキギターの楽しみ方っていうのもね、出てくると思います。さっきの価格の話も含めてね、はい、ということで、今日はちょっとまだまだ鼻声で、お聞きづらかったと思いますけど、マーシャル JCM800 の回路解説、はい、厳密に言うと第3弾、はい、ね、もう半分来ました。うん、で、あとは、フェーズインバーターと出力台やれば終わり。ね、そんだけ。そんだけです。ね、もうね、僕が、ね、すごく好きな言葉でね、賢い人というのは難しいことを簡単にシンプルに考える。で、そう、賢くない人は、シンプルなことを難しく考えて泥沼にはまるみたいなね。これ稲盛和夫さんがおっしゃった言葉ですけど、本当に僕そうだと思います。はい。ね。難しいことをいかにシンプルに考えるか、シンプルにブレイクダウンするかっていうところが大事かなと。ね。で、全然ね、まあこう考えると、まあ僕からしたら特にそんな、まあもちろんそのね、ノウハウみたいなところはね、いろいろあるかもしれませんけど、特にそのギターアンプっていうのもそんなにね、めちゃくちゃ難しいものでもないんですし、で、そういうシンプルなことを、なんか、小難しい、ように、皆さんがブラックボックスということをいいことに、ね、なんか、その、専門用語をこう、並べ立てて、ね、いかに、俺たちがやってるのがすごいことなのかっていうのをね、ポエムを書いてる人も参見しますけど、僕はそういうのは賛成しません。はい。難しいことをシンプルに伝える。ね。これですよ。ね。うん。ね。これだと思います。ね。そうしてみんなでね、知識を共有していけばいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。ということで、また次回よろしくお願いします。はい。では皆さん、よかったらいいねボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。で、ね、もしあれだったらオロナミン C 送ってください。はい。では、さよなら。